では、呼吸についいてて見ていきましょうえ。呼吸っていうのは有機物を酸素を使って分解してえそこからたくさんのエネルギーを取り出すっていう反応だよね。で呼吸は解凍系とクエン酸回路と電子伝達系っていう3つのプロセスからできてると。こういつらのことをしっかり勉強しようとすると最初は細かいことを見過ぎてしまうんでね特にこのクエン酸回路っていうのはたくさんの反応の集まりでクエン酸回路のことをしっかり勉強したいって思えば思うほど一個一個の反応がどういうものなのかそこを見過ぎてしまうと。 でもそれが理解できたからといってクエン酸回路結局どんな反応なんですかって言われても答えられないんでねこの細かいことの理解をつなげて全体を把握できるかっちゅうとなかなかそうでもないんよ。そうではなくてまずはざっくりどんなことが起こるのかっていうのを見てほしいクエン酸回路だとビルビン酸と水が入っていってそいつが二酸化炭素と水素に分かれるっていう反応なんでねそこにしっかりこだわって理解してから細いことを見ていくと。 そういう順番でやっていくとクエン酸回路のことをしっかり理解できたってことになると思うえこういった勉強の進め方は別にクエン酸回路だけではなくて生物の勉強をいろろんなとこでっていうのは生物の体の中で起こってる何らかの仕組みっていうのを理解していきたいこの中でごちゃごちゃいろいろなことが起こってるとまずはざっくりどんなものが入ってどんなものが抜けるのかそれをしっかりと把握するこだわるとその上で中身を見ていってほしいそうすることで生物の仕組みしっかりと、えー、理解できるようになるかなと思います